京都名所の内通天橋くれない風通天橋、東福寺は京都市東山区にある臨済州東福寺派の大本山の寺院。三号は江日山。京都五山の第四位の禅寺として中世、近世を通じて栄えた。近代に入って規模が縮小されたとはいえ、今なお25か寺の達中を有する大寺院である。紅葉の名所として有名である。 東福寺のガラン面とも言う。東福寺は、京都市東山区の東南端、伏見区と境を接するあたりにあり、東には、千入寺がある。この地には、延長2年に、藤原忠平によって建てられた藤原氏のうじ寺、保守寺の巨大なガランがあった。嘉定2年、摂政九条道化は、この地に高さ5条の釈迦如来像を安置する、大寺院を建立することを発願し、 寺名は、奈良の東大寺、幸福寺の二大寺から一寺ずつ取って、東福寺とした。県庁元年に完成した五条の釈迦如来像を安置する仏殿の建設工事は、縁王元年から始めて、完成したのは県庁七年であった。九条道家は、解散として、当時僧での修行を終えて帰国していた、前僧、縁尼を迎えた。炎尼は、駿河国土地沢の人で、 家庭元年、宋にわたって、計算強制万寿前寺の構想、無順師範に入門、因果を得て、任時2年、日本へ帰国した。縁には初め九州博多の上天寺に従したが、同時が、天台州との迫害を受けて焼き打ちされたため、九条道下の縁助で上落、還元元年に、東福寺の解散に迎えられた。こうして当時は、天台、新言、 全路三周見学の寺院として建設が行われたが、工事は30年以上にわたって続き、行動が完成したのは、文永10年であった。こうして五重頭も備えた大伽藍が完成したが、元王元年2月、大火災で伽藍は全焼し、高さ五条の本尊、釈迦如来像も消失した。百七十六年韓国の全羅、南道新安郡千島誘導徳島沖の海底から、 大量の荷を積んだジャンク船が発見されて引き揚げられた。積み荷木管の中には、東福寺、十貫紅葉などの字が見られることから、この船は消失した、東福寺の造営量を名目として、鎌倉幕府公認で派遣された当船であることが推測されている。こうして再建が行われたが、建武元年1月に法上が消失した。しかし、この年に、当時は、 京都五山に列せられる。延元元年8月には陛下にあって、仮仏殿が消失するもこの8月のうちに再建に着手する。五条の本尊、釈迦如来像も再び増流し、室町幕府の支援もあって、上和3年6月には全関白一条共同により、仏殿の上等式が行われている。この際、東福寺は、見学寺院ではなく、禅寺として復興が行われた。 官能2年には南朝、五村上天皇の祈願書となっている。当時は新大仏寺とも呼ばれて栄えた。四徳3年、報道が再建される。京徳3年には三重党が混流された。室町時代には足利義持によって修理が行われている。文明2年、応仁の乱の戦火にあっていくつかの達中が消失する。大英6年にも消失するが、 検証年間に、豊臣秀吉によって、治療1854国が安堵されて再興される。江戸時代になると、徳川家康や徳川家光によって修理がなされている。明治時代となり神仏分離令が出されると、70会員近くあった達中が25会員になった。1881年12月の大化で、仏殿、本尊釈迦如来像、報道、宝条、 栗などの主要な建物が消失してしまった。なお、東福寺には巨大な武士が保管されており、旧本村像の左手部分のみが、明治の火災の際に救い出されたものと推定されている。これは、創建寺の本尊ではなく、14世紀に再興された本村像の遺物であるが、本尊の高さ5条というのはあながち誇張ではなかったことがわかる。日露戦争の際には、 地域が接収され、ロシア軍捕虜を入れる、捕虜収容所となった。1917年より仏殿と報道を兼ねた、本堂が建てられ、達中の万寿寺から釈迦如来像を移して、本尊とし、1934年に完成している。現在の本堂、法条、栗などは明治以降の再建だが、国宝の三本をはじめ、通す、浴室、禅堂などは焼け残り、 中世の建物が現存している。東福寺からは歴代多くの瞑想を輩出しており、現行釈書の著者である古漢試練、室町時代に画像として活躍し、その後の仏画や水墨画に多大な影響を及ぼした吉山明町などが著名である。境内には僧から伝わった通天もみじと呼ばれる山陽風など楓の木が多い。元は桜の木が植えられていたが、 後世に、遊興の場になるという理由で伐採され、楓の木が植えられたものである。周辺は、歴史的風土特別保存地区に指定されている。三角法上上楽安海三道、全道東水園月教力室月下門三門、本道、法上、栗などからなる主要伽蘭を中心に25の達中寺院がある。主要伽蘭の北には、 新井玉館という渓谷があり、西から東へが運ばし、通天橋、円月橋という三本の橋が架かる。通天橋は本堂から通じる廊下がそのまま屋根付きの橋となったもので、この付近は特に紅葉の名所として知られる。橋を渡ると、海山縁にお祀る上楽庵がある。応仁の乱の戦火を免れた貴重な文化財が数多く存在する。 流儀館到底霊運院の居合石前レイン、全員悪事のうち、法上資本単祭東福寺柄イン摂集筆務、純四半増重要文化財の絵画、彫刻、工芸品、文書等の多くは、光明放殿に保管されているが、一般公開はされていない。また、絵画等の一部は、京都国立博物館と東京国立博物館に、帰宅されている。 建造物絵画彫刻工芸品書籍転籍、古文書出典、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、重要文化財の明細縁に関係文書1、置き文、正式類二、法護書状類三、死亡関係4、遺物目録東福寺書伝、創託非文伝合意。ありがとうございます。